前なんかの動画でレッスン来た方の話とかもしてたけど、うん、なんか教わっちゃいけないことって反対にあるのかなと思って。いや、あるあるある。ね。あるね。ある？例えばね、うん、スイングの振り方の最初から最後まで習ったらもう振れないからね。コースで通用しないことは習っちゃダメ。あ、それが基準？基準。前の動画でも言ったけど、うん、本質に理論はないから。平井弘明のワンナップゴルフ。スイングってその方にしかわからないものだと思ってもらいたいんだよね。なぜかっていうと、例えば150ヤードのグリーンに今からじゃあ打ちます、うん、ご自身で想像していただきたいんですけど、一番ピンに右に振ってんのと左に振ってんのでスイング絶対変わると思いませんか？多分変わると思うんですよ、うん、だから150ヤードでこの番手でどのスイングをしたらいいかっていうのがあんまりもう最初から決めてかからない方がよくて、何番アイアンはこういうスイングをしてくださいとかっていうのってコースでは当てはまんないんだよ、そもそも。だからピンが手前奥でもスイング変わるし、うん、右左でもスイングって同じアデジだって変わるってことなんだよね、コースだったら。だから絶対にそのスイングってどう振るかっていうのは習わない方がいい。そういうところにそういう球で打ってっていうのは習っていいけど、うん、どういうスイングで打った方がいいよっていうのはもう絶対習わない方がいいよね。ちょっと定義の話みたいになっちゃってさ、うん、まあ、好きじゃないんだけど、うん、スイングって何のことを言ってるの？スイングって、俺もスイングをあんま言わないからわかんないんだけど、うんうんうん、スイングって、うん、要は上げて下ろす動作のことをまあ、全般的に言ってるだろうけど、その中にそのスイング理論っていうのがやっぱり今増えてきて、うん、気持ちよくスイングさせてくれない理論じゃない。動いてる時の話、うん、動いてる時の話で、気持ちよく動いてるのってクラブが動いてることを言ってんだよね、みんなこうやって。そう、クラブが動かないで体が動くから気持ち悪いけどやるわけよ。ああ、そうだ、気持ち悪いんでしょうね。だから答えは出てんだよね。うん、うん、だクラブヘッドが一番動いてたら多分誰でも気持ちいいスイングってするんだよね、こうやって。はいはいはい。うん、だなんでそれをやんないかなって俺本当思うんだよね。不思議でしょうがないの。あれでもそれでなんか矯正してたりね、直してる時の違和感とは違う。気持ちよく触れてないのと。ヘッドを動かして気持ちいいスイングをしてみていい？うん。いくよ。これどこ直す？いや、そうだけど。矯正する必要ないでしょ。いや、そうだけども。うん。これが例えば寝るとか、うん、なんかなるとかっていうことでね。うん。うん。あれ、振ってたらずっとなんないけどな。そう、でもその中にも、うん、例えば力みとか。うん、体が止まったとか膝が出たとかっていろいろ出てくると思うんだけど、うんうん、その中で矯正ドリルとか、うん、スイング修正のために気持ち悪くなるのはしょうがない。今と違う動きをしないと治らないからね、うんうんうん、だけどもコースで使うショットの中で動きが気持ち悪いとか、うんうん、そういうものが入ってくるとなかなかコースで打つことはできないから。そうか、気持ち悪いままコースに行ったら打てないのか。打てない。ナイスショットが多分出ないんじゃないかな。どこまでスイングを仕上げたいかにもよるけども、うん、本当70代とかが目標だったらいらないけどね。本当いつも言うけど、だって本当にさ、うん、このなんだろう、ヘッドがこっち向いてこっち向く動作、うん、あれでいいと思うんだよな。あれで70代は出るんでしょ？全然出る。どっちみち、うん、あのショットじゃなくても、うん、今入りの理論をやったとしても、うん、両方乗りましたよ、うん、どっちみちパターンだから。そうだね、本当だ。そう、そうだ、スコアはパターンだ。パターンだから、だってあれが入るか入らないかの話はしてないじゃん。そうだね、うん、どっちみちグリーンに乗るか乗らないかの話でしょ。あ、そうだね、うん、そしたらパッティングだから。あれ、パターンに理論はないから。なんかないの？パターンに理論？消屈しないの、パターン。やって。やるかな、パターで。
そう、腰切って消屈してボディータンで打たないとパターン。間違いない。パターンね。左手リードで。怖いよ、難しいよ。だからパターンの動きを大きくしていけば、うん、綺麗なフルショットになるのね。あれ？だからフルショットをそのままこうやって抑え込んで抑え込んで動きをちっちゃくしていったらパターンの動きになるかどうかよ。ショートパッド左に引っ掛けてませんか？スイング理論こうやってやってそういうこと、うん、そういうことですか、うん、ちなみにアプローチには理論あんの？理論っていうかアプローチは左手リードで打てんの？あんのかな？打てる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 、あるし、うん、ライによるかな。あ、左手右手とか、はいはいはい、どっち手とか、うん、ただアプローチでこれはないからね。これは。ああアプローチこそこれだからね。そうか、うん、だってさこうやんない？そうだよね、こうやって。そうだね、そうだよ、こうやって投げないよねそうだね、うん、そうだよ。そうだからゴルフじゃない、置き換えてほしいの、何でも。で結局アプローチパターンなんだからスコアは、うん、じゃあそうか、そうだからやろうがやらまいが、そうだから関係ないじゃない、ショット。だからアプローチパターンができるところにボールを持っていけばいいんだから。本当だね、何だっていいのよ。あれ本当だ。そしたら一番簡単なの選んだ方が良くないっていう。そうだね。ああ、じゃあ何でやんの？前もその質問もらったんだよ、ラルトロ君に。だって何でやんのってなるじゃん、そんなの。そうなるの、なるんだよ。でも俺もわからない、やってないから。そうか、うん、確かに毎回この答えで終わるんだよね。そうだ、本当に。でもこれすると、うん、なんちゃらかんちゃらが来るから、来る来る来る、うん、だからいいんですよ、本当に何でもいいんですよ。そうだね、だから、うん、スコア作るのはアプローチパターンであって、うん、ショットはそれができるところに運べばいいっていう。そうだね、うん、だからそこでドライバーなんかはそのスコアが作れるところに運べないから悩んだりしてるでしょ、うん、でその悩んでるドライバーショットを蓋開けてみたら、うん、いろいろやってたっていう話が多いんで言ってます、うん、分かった。俺たちも名前つければいいんじゃない？何もやらない理論みたいな。ああ、なるほどなるほど、うんうんうん、なんか一個一個つけようか。じゃあそうだよ、なんか上げて下ろす理論みたいな。それをさ、かっこよくカタカナとか英語にすればいいんじゃないの？思いつかねえな。なんて言ってるっけ？上げて下ろすだけ？うん、それも言ってるし、でも言ってないんだよね、あの名前を。そうなんだよね。だってあれだよ、カタカナにしたらさ、ゴルフは文字だからさ。そうだわ。だって、なんだろう、右手使えと言ってるじゃん。だから右手使えっていうのも、うん、動作を見て、右手を使ってって言ってるだけだから、うん、その何かの名前じゃないもんね。そうだね、うん、右手リード、そうだよね。だってそのまんましかないもんね。だないね。参ったな。参ったよ。ノーネーム理論だよ。あ、それでいいじゃん、うん、本当に、ね、ゴンベさん理論だよね。ゴンベさんだよ。ゴンベさんだね。ゴンベさんだ。ダメだ。日本語だとまたダメ。あ、ノーネームじゃない。そうだね。そうだね。カタカナじゃないと。もうこうなってくると、うん、俺とトルグは収集つかなくなるから、どんどんふざけ出すから。そう。何の動画かわかんないんだから。ゴンベさんって。ゴンベさん。いいよね。うん、あの最初は何だったっけ？やんない方が違う、習わない方がいいこと。習わない方がいいことの方が多いよ。そうだよね、うん、本当にそれだけ自分がなくなるからね。
そうだよね、うん、自分の動きじゃなくなっちゃうね。そう、で好きにやったらいいじゃないってこと。そう、じゃあ好きにやったらいいじゃない理論。マジでそろそろ怒られるから。As you like 理論。 As you like 理論、それでいこう。そう、うん、いいね、うん、As you like だから、うん、AYL 理論ね。いいね。いい、だって、うん、ほんとそうだもん。それでいこう。うん。あの、なんだろう、本当に人の話を聞かないで、あの好き勝手公園で球打ってたりしたら、うんうん、こういうプロゴルファーまでは出来上がることは間違いないわけよ。そういうことだね、うん、だから全然それはいいと思いますね。そしたらあれだ、レッスン行ったりせず、うん、YouTube も見ず、好きにやったらいいよ。そう、だから一本のクラブと、うん、まあ一本のクラブ持って、うん、打席に来て、うん、何にも考えないで、うん、自分の振りたいスピードで打てるかどうか、うん、意外とできないんだよ。曲がりを先に想像して減速したり、飛ばしたい飛距離を飛ばそうとしたり、ちゃんと自分の動きたいスピードで動けてるかどうかってすごく重要な練習、うん、今日のお客様やっていただいたんだけど、うん、やっぱいい球出るよね。本当に本当に今日の方も全然 YouTube よりやっぱり俺が打ってる球見てもそうだけど、やっぱり生の方が全然いいですねって。あ、そう、うん、レッスンってまた違くて、うんうん、YouTube もまた違くて。そうだね、だから自分の感覚がないとそれを当てはめられないんで、ちゃんと自分の感覚を持って練習してるかどうかのチェックをするのも大事です。本当一本でいいですよクラブ。そういう練習の仕方変えるのもいいですよね。ワンナップあれだね、そういう意味だね。何かを教えるわけじゃないから、うん、そう、あなたらしさを引き出すだけだからね。そう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 。ワンナップだけは切っていいんだ。いいですよ。ワンナップだけはね。うん、ウェルカム理論です。そうだね。何でももう理論つければいいです。そう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 。だから本当に感じる理論ですよね。うん。うん、でちゃんと自分で感じたものを自分でこう覚えなきゃダメ。うん。ああ、練習の仕方で本当変わりますんで、ぜひ練習場で試してみてください理論。じゃあよかったらチャンネル登録してね理論。あ、そうです。何でも理論っていう動画を撮ってきました。本当嘘です。あのやっぱり習わなきゃいけない部分もあるんですけど、例えばそれは基本的なことだったり、自分では見えないところですよね、うん、例えば動いてないんだったら感じられないじゃないですか。例えばボールの位置だったりアドレスの形っていうのは第三者から見ていただいて指摘をしていただくことは大事なんですけど、動き始めたら自分の感覚ですよ。なのでスイング中のこととか打ったボールに対しての感じ方っていうのはもうご自身で判断していただいて自分で感じていただいた方がいいんで、それを練習場でやってみてください。はい、で気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。